研究活動の方で国際学会での発表がありましたので、そこで海外の人と英語でコミュニケーションを取りたいなと、自分が実際に話した英語をその場で直してもらえるので、自分がどういう英語表現で間違いやすいのかだったりとか、普段使ってしまう英語表現が実はこっちの方がいいんだっていうところを教えてもらえるところがあるので、外国の方が研究訪問という形で研究室にいらっしゃった時に、自分が研究室の案内をしたんですけど、その際にどういうところを見たいかとか、そういうことをコミュニケーションを通じて聞かせたところかなと思います。日本語で考えてから英語を話すか、あるいは英語で考えてから英語を話してるか、どちらでしょうか。僕気になります、教えてください。そうですね、やはり未だに日本語で考えてからやっぱ英語に訳しちゃってる気はしますね。自分が積極的に英語を使うとか、ちょっとずつ努力することで英語で考えられるようになっていくと思います。頑張ってね。私は国際教育学部に所属しているんですけれども、授業とか休み時間も英語でコミュニケーションを取る機会がすごく多くて、今まで英語で話す授業っていうのはあんまりなくて、週に2回定期的に英語を少人数で話せるクラスってすごく魅力的だなと思ったので、チュートリアルイングリッシュ受講しました。すごく楽しくて、英語を話すっていうのを学ぶのはもちろんなんですけど、すごくいい友達もできたので、と中国人の女の子がいたんですけれども、中国のびっくりあるあるネタみたいなのをすごく話してくれて、その英語を話す以上にさまざまな文化を知ることができてすごく興味深かったです。チュートリアルイングリッシュで学んだスキルの中で社会に出てから役立つスキルはありますか？すごく知りたいので教えてください。社会に出ると今後は絶対に英語を使わないっていう人は誰もいなくなると思ってます。なので英語を身につけてるということそのものがすごく自分の自信につながるのではないかなと思っているので、頑張っていただきたいなと思います。応援しています。今は将来欧米の大学院に進学したいと考えています。進学や就職のために英語の会話力を高めたいと思います。受ける前よりもっと自信を持って自然に英語を話せるようになりました。ネイティブスピーカーと話した時も勇気を持っていてできると思います。少人数のクラスで十分にコミュニケーションを取ることができますし、授業の雰囲気もとてもリラックスしています。日常生活では英語を使う機会はあまりないですけど、先輩はどういう時に英語をいっぱい喋れますか？私気になります、教えてください。はい、ありがとうございます。やっぱ日本だと私も全然英語使う機会ないので、やっぱり留学先で作った友達と定期的にコミュニケーションをオンラインのズームとかの機能を使って、その外国の友達とおしゃべりをするっていう。頑張ってね。自分自身すごく人見知りの性格で積極的ではない方なんですけど、先生方が自分たちにすごく問いかけてくれるので、積極的になれたかなと思います。一段階、それこそ最近の話になるんですけど、電車で待っている時にその外国の方がすごくお困りになられていて、その以前だったら話しかける勇気ないなっていう感じだったんですけど、そのチュートリアルイングリッシュですごくチャレンジチャレンジっていう感じだったので、すごく勇気を出して話しかけてみたらありがたいっていうことをおっしゃっていただいて、そうですね、それが一番記憶に残ってるのかな。はい、チュートリアルイングリッシュを受講する上で何か心がけていることがあったら教えてほしいです。先輩お願いします。心がけていたことですよね。やっぱスピーキングの授業ってあんま受けることないんで、私も
最初受講する前は非常に不安というか、きっといつかは自分はできると信じて取り組み続ける、発言し続けるということがすごく大事だと思いますし、きっとできると思うので、そこは自分を信じてぜひ頑張ってください。応援しています。